水性,水性不完全菌、水性不完全菌、水性不完全菌、アクアティックハイハマイシスとは、水中生活に適応した不完全菌のカビの一群である。水中の落葉の上に生育し、独特の四放射型や、長い付属突起を持つもの、三活気型など、様々な形の分成子を形成する。イギリスの菌類学者であるによって、 1942年にその存在が初めて指摘された。綺麗な小川には周辺から落ち葉が流れ込み、水底に沈んでいる。このような落ち葉の上を水性不完全菌は生活の場としている。沈んだ落ち葉を拾い上げ、シャーレに水を入れて培養すれば、その表面から菌糸が伸びて、様々な形の分成子を形成するのが観察される。 水性不完全菌の特徴は独特の分生脂の形にある。陸上の不完全菌では分生脂は球形や楕円形のものが多いが水性不完全菌では長く枝を伸ばしたものが多い。海産のプランクトンには様々な形の突起や枝が出た形のものがあり、より多くの浮力を保つための適用と考えられているが水性不完全菌の分生脂にもそれに似たものが 見られる。ただし、水性不完全菌の場合、浮力よりも、むしろ、水中の落葉に付着しやすくする適応との見方も、ある。水性不完全菌の分生子の形で、一つの典型は四放射型のものである。正四面体の中心から、頂点方向に枝が伸びる、形のもので、いくつものぞに見られる。不完全菌の分生子の形成には、いろいろな型があり、 それらを分生子形成型というが、その違いは属の区別には重要である。いくつかの分生子形成型で、それぞれに四放射型の分生子を作るものがある。また、同じ形成型でも、属によっては違ったやり方で形成される。例えば、レモニエラ、レモニエラ属は、フィアロ型で、フィアライドという防水系の分生子形成細胞の先端から出荷によって、 分生子ができる。分生子ははじめ小さな球形で、そこから四方向に枝を伸ばし、最終的には四本の枝が一箇所でくっついた形の分生子となり、フィアライドとはその中心のところで接しているようになる。同じフィアロ型のアラトスポラ、アラタスパー属の場合は、分生子は球状に沿った線形に伸び、その中ほどの沿ったところから二本の枝を出し、最終的には四本の枝が、 同じ場所から出た形になが、フィアライドとは主軸である一本の枝の先端でつながる、形になる。テトラカエツム、テトラキートム属のものは、近視先端の細胞が分成子に変化する、アレウリオ型の分成子形成をするが、分成子になる細胞は細長く伸び、そこで少し横向きに伸びながら、速報に2本の枝を出すことで、4放射型の分成子を作る。 同じくアレウリオ型のトリスケロフォルス、トリスラファース属の場合、分生子は先が細い針状になり、基部の細胞から3本の枝が、側方やや下向きに伸びて4放射型となる。このほか、水性不完全菌の分生子には、本体部分がはっきりしていて、そこから付属突起が伸びたもの、何度も枝を出した複雑な形のもの、 細長い分生子がねじれたような形のものなど多様な形態のものがある。そのため分生子を見るだけでかなりのものが同定できる。一般的な菌類の研究ではまず対象を培養しそこから分離培養の手順を通じそこで初めて種の同定ができる。それに比べて水をすくって胞子を見ればある程度の同定ができる水不完全菌は研究対象として 陸生菌よりとっつきやすい部分がある。生態学的な研究もそのような利点を生かして行われている。落葉の上で生育するので、温帯域では秋から冬にかけて増えるようである。落葉紅葉樹の葉には多くの種類が現れ、常緑紅葉樹の葉ではやや少ないと言われている。また、新葉樹の葉からはほとんど出現しないとされる。止水域では、 落ち葉の表面に軽相が繁茂したり泥が覆うこともあり、やや数が少ない。新鮮な落ち葉では、卵菌類ややみ泥もどきが混じる場合もある。生息環境としては、渓流が良く、多くの種が見られる。水中の落葉で育ち、流れに胞子を放出すれば、当然ながら、下流へと分布域が下がっていってしまう。どうやってか上流へと分布域を広げる方法がある、はずである。 一説には、滝のしぶきに乗って上流へ移動するともいう。また、一部の種は、陸上でも生活している。不完全菌であり、分生死によって無性生殖しているわけだが、有性生殖が確認されているものもある。それらの多くは、水際の枯れ木など、水に近い環境に小さな小実体を作る。完全世代は、首脳菌に属するものが多いが、 単子菌系のものも知られている。それらの分生子には、二角菌糸独特のカスガイ連結が見られるので、分生子の特徴からでも、その判断ができる。水性不完全菌は、水中における落葉の分解で、大きな役割を果たしていると思われる。落葉を、シャーレ内で培養すると、すぐにその表面にふわふわした菌糸が覆うようになる。皮から採集した時には、 そのようなことが少ないので、おそらく水生昆虫などが食っているのであろう。また、水生不完全菌が成長することで、落葉の窒素含有量が増加することも知られており、落葉を食う、水生昆虫などの栄養になっていると思われる。水生不完全菌は、水中の落ち葉という生活場所が発見されたことで、新しい分野として発見され、 その特殊な分成子の形態によって注目を受けた。さらに泡からの採集という方法の発見により、その研究分野を拡大してきた。しかし、その研究の過程で同じような視点でより広く見渡したことにより、水性不完全菌的な分成子は水中だけにあるわけではないことが分かってきた。例えば、森林内の落葉層を集め、バケツに放り込み、 水に浸して表面に浮き上がる泡を集めると水性不完全菌様の分生子が見つかることが分かった。そこには水性不完全菌として知られたものもあり、一部の水性不完全菌が陸上でも生活していることが分かる。しかしそうではないものも含まれる。これらは森林内の落ち葉の表面を覆う水の膜に分生子を出しているのではないかと考えられている。 同じように、炉に濡れた植物体や霧で湿ったところからも、それらしい分生子が発見される。このように、四放射型などの分生子の形が、必ずしも水性不完全菌に限らないことが分かった。ことで、このような胞子を作る菌類をまとめる名称として、インゴールジェン分離ン、インゴルド子系の菌類という呼び名が使われることがある。他方、水辺の湿ったところからも、 それらとは異なった独特の分成子を形成するものが知られるようになった。それらは渦巻き型のものや細かい枝がカゴのようになり内部に空気を閉じ込めるようになっていたり、どうやら水面に分成子を浮かせることを目指した適応をしていると思われる。これらは半数性菌と呼ばれることがある。なお、渓流の泡をすくって観察すると、 様々なものが吸着されて観察できる。中には、水性不完全菌の分成子らしいと培養された結果、実は、生えカビ目のものであったり、苔植物の無償目であることが分かった例もある。水性不完全菌の胞子がプランクトンとして採集される例もあるが、大抵の場合、その分野の方には、カビの知識がないので、ゴミとして無視されるようである。 当初は水中の落葉落脂を拾い上げ、シャーラ内で培養することで観察が行われた。しかし、水中に放出された放子は水面の泡に吸着されやすいことが分かり、これを利用することが多くなっている。例えば滝き周辺などの泡が溜まったところを救えば、多くの分成子を観察することができる。このようにして得られた分成子をマイクロピペットで拾い上げ、 寒天培地上で培養することができる。その場合、成長は陸生菌に比べて遅く、分生子形成も行わないものが多いが、水中では成長がかなり早くなる。寒天培地上で形成されたコロニーの一部を切り取り、滅菌水中に移すと、多くの場合に速やかに分生子形成が見られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。